かいさん、ハート、ユンさん、チョコポップ、ナリさん、ジッタキ、ムミーさん、クッキー、タカちゃん、ハート、ヨシミさん、クッキー、コナン、あ、ハート、コナンさん、クッキー、カンスケさん、なんだっけこれ、バラ、ありがとう、ヤオトさん、クッキー、ありがとう、お久しぶり、あ、久しぶり、ありがとう。前髪をちょっとだけ切ったんだけど、で、巻いてたんだけど今日、巻きが取れちゃった、だいぶ。あの今日はリングライトをそうつけてない、リングライトの調子がちょっと悪いから今日はつけてないです。こんばんは、こんばんは、ヤマシンさん、かわいい、ヨシミさん、ハート、ありがとう。今日はね、あれです、オーディション、ショールームのオーディションからちょうど1年なので、あの最終日からそう、だからこのお洋服にしました。あのオーディションの個人写真のやつの、そう、あのお洋服です。今日はお話し会だったので、この服で話し会も参加しましたよ、ね、そう、楽しめた、楽しめた。だから今日は最後に花だれだけ歌って終わろうって思ってる。そう、明日はブログだからブログも見てね。ブログ、そうだね、今日の夜私やることがいっぱいあるから、何時までしようかな、9時とかかな、 X の投稿もしなきゃだし、そうだから9時くらいまで多分します。なるみさん、ハート、ひらつぐさん、ハート、カラムーさん、クッキー、なるみさん、クッキー、レグルさん、クッキー、タカチャンネルさん、ハート、水色魂さん、ハート、タークン、チョコポップ、ラベンダーさん、チョコポップ、ありがとう、カマちゃん、ハート、ありがとう。鼻だれはそう、今日はね、やろうと思う。なんかね、風邪の症状がね、だいぶ良くなったの。もう咳もあんま出なくなったし、喉も昨日に比べたら全然痛くなくなったんだけど、そしたら次はね、花粉の症状がやばくて、くしゃみがもう常に鼻がムズムズ状態、今本当に鼻がムズムズですよ。花粉の季節やだ。まこさん、ハート、ありがとう。そうなの、花粉やばい。トラソボさん、花束、ヤオトさん、クッキー、ありがとう。みんな花粉症じゃないんかね。そう、花粉になりました。そう、花粉はもう こっからかね、こっからスタートって感じだから、本当にそう、ティッシュが欠かせない、もう本当だよ花粉が嫌だ。そうなの、花粉症わかんない、気づいたら花粉症だった。花粉が飛んでおります。とてもゆずめの時もそう、花粉症だった花粉症なの。いちご大福食べたよ、美味しかった。やっとさ、欲しい、ありがとう。あれね、でもね、めっちゃね、あれポロポロって、そう、粉がそう舞っちゃうから、舞うっていうか落ちちゃうから、食べるの難しかった。そう、明日ブログ出るよ。ショールームのこと、今日のお話し会のことは次書こうと思ってて、そう、あとは3期生が明日で最終審査から1年だから、そのことと書きました。やばくない、もう1年だなんてそう、ティッシュね、持ち歩かんと無理よね。ズーディスさん、ハート、デコトラさん、ハート、ありがとう。花粉症そうなのよ、花粉症、ティッシュ使えない生活、今の時期は1日でもきついかも。そうなの、あ、花粉落としたらいい言うよね、すればよかった。ひまわりさん、ハート、ありがとう。そう、1年だよ、早いよね、やばい。でね、ちょうど1年前こんぐらいの時間が、そう、あのショールームのオーディションの本当最終枠の残り今9分とかじゃん、ちょうど1年前だから20時は絶対しようって思ってて、20時に何て言うんだろう、配信が切れる時間だから、最後の時間だったから、この時間でちょうど1年前最終枠してたから、今日は20時まで絶対始めようって決めてて、まっすぐ帰ってきました。
いちご大福食べてた食べて写真撮ってた。そうそう4位だったんですよこの残りの数分とかで、すごいね、ウォーってやったもうちょうど1年前、昨日いちごは私の匂いするってジュンクンクンしてた。何してんのいちご、嫌かも何してるのよ。そう最後そう電波が切れてて、そうホテルからでねいちご本当にアレルギーなのにダメだよ。でも認めたがらんけど、こんばんはこんばんは、1年前から見てる嬉しいそうだどそう20時がそうちょうど記念の時間だから、絶対20時は始めようって、それまでしようって思って帰ってきたからよかった、時間が間に合って。やばいね、もうそのだから1年前の今頃は最後みんなとお話しして、最後に花だれ歌うって言ってそろそろ歌い始めるぐらいかな。だから私もあと数分したら歌い始めようちゃんとイヤホンも用意したから。そうなの、また可愛くなった、え嬉しいそうあと8分でそう4位になった瞬間だね。本当にね、なんていうの、最後の最後私の画面上で見た結果は6位だったけど、終わってからなんていうんだろう、なんか更新の時間ってあるじゃん、それで最後の更新で6位だったのが4位になってたから本当に驚いた。6位で終わった、頑張ったって言ってお母さんと話してた、お母さんがあれなんか4位だよって言って、よく見たら4位になってたすごいタイミングだ、すごかった本当に、びっくりしたから。だからもうあと2分ぐらいしたら、はいやもう歌い始めていっか1年前の自分と同じ行動してみようって思って、服はねピンクの服を着てたんだけど、その時はやばくない、その最終枠の最後にハンダレちょうど1年前歌ってたわけだから、やばいよやばい、もう1年だってさ。あわのみけねかさんハートありがとう。そう今日のショールームなのお話し会ありがとうの気持ちも込めてハンダレを歌うの今日は。やばいね、1年前と同じことしてるその時はまだね他の曲が歌えなかったから鼻出るいっぱい歌ってたね。そうそうなの、暫定の順位が出るまでちょっと時間がかかるから、そうなのよ懐かしいな。じゃあ鼻出る歌を、やばい20時までもう6分なんかイベントみたい、なんかこうやって時間をカウントしてるともしこの世界から東京が消えたら争うことなんかなくなるのに、ララ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 誰のものかなんて、誰かと誰かが自分のものだとお互いに言い張った。どこから眺めていたって美しい花は変わらず美しい。奪おうとすれば愛はやがて踏みにじられる。もしこの世界から東京が消えたら人はみんなきっと幸せなのに、どうして何のため線を引くのだろう、そうたった一つの地球の上、ララララ日は沈みまた昇る、希望はいつでも僕らの頭上に平等に降り注ぐ、日向の光
も儚く誰のものか決められないだろう。笑顔涙も独り占めなんかできないよ。もしこの世界から公共が消えたら多分困る人がいるんだろうな。この線のここから入ってくるなよと勝手に旗を立て孤立するだけ。数えきれないぐらいの花が一面に咲いていれば、みんなの足元がどこなんて気づかない。幸せを分けてあげよう。もしこの世界から東京が消えたら、人はみんなきっと幸せなのに、どうして何のため線を引くのだろう。そうだった一つの地球の上。もしこの世界から東京が消えたら、争うことなんかなくなるのに、見えない線ばかり勝手に引いたって、僕たちは自由を諦めない。美しさの花ずっと守りたいよ。ララ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 ずっとくしゃみと咳を我慢しながらしてたんだけど1年前もちょうど今ぐらい歌ったと思うんですけど、花誰のものでした懐かしい。1年前イベント終了まであと2分、やば。本当にありがとう、出会ってくれて。1年前はあれだよね、お披露目で会おうねって言って絶対帰ってくるからねって約束してた。あーあと1分。もう本当にありがとう。懐かしい。オーディション配信から1年、まだまだ頑張ります。明日は最終審査から1年、最終審査から1年経った明日は夜配信、もしかしたら全員ではないけど同期と一緒にいられるかもなんですけど、そうそうそしたら同期と配信します。そう、ちゃんと帰ってきました、ギフちゃん。ギフちゃん、ギフちゃん懐かしい。1年早かった。本当にありがとう。あと多分数十秒とかで記念から1日、あ、カナオと会えたよ。そうなの、実はね。そう、あ、20時になった。あの日の配信から1年、本当にありがとう。よかった、記念の時間を一緒に過ごせてよかった。本当に早かった1年、ありがとう。本当に感謝です、こんなに早かった。そう、うえー、ちょっと待って。カイトさん、フラスタ、なんだっけ、フラスタ、フラスタ、ありがとう、素敵、スクショしに行こう。ありがとう、1年歌はありがとう、すごい嬉しい。もう本当にね、出会ってくれてありがとう、みんな。1年ですって、1年、うわー、なんかありがとう。そう、ギフちゃん、ギフちゃんが懐かしいね。でも今も、今のギフちゃんって呼んでいただけたりするんだよね。そう、ギフちゃんってやっぱり印象強いよね。本当にゆうちゃん時代に出会ってくださった方も、合格した後に出会ってくださった方も、本当に出会ってくれてありがとう。出会えてよかった、みんなと。懐かしい、もう1年だって、やばすぎる、本当に。なんかね、嬉しいね。
換気扇お披露目から1年はの時はね、14人揃うのは難しいけど今日そうみんなと過ごしたし、明日は全員ではないけど3期生の子と多分夜一緒に配信できそうだから楽しみです。明日の日割りをもう一回見るんですけど本当に出会えてよかった3期生と今日は久しぶりにかな、今日というかね昨日か、昨日ね昨日の夜にはもうかなうとね会ってたんだけど、あの昨日の夜15分だけ配信したと思うんだけど、あの配信の前、あの前後かな、その後にも会ったからにそう同期と実は会ってたんですよ。そうかなうも来てくれて、マックス何人一緒にいたかな、あれ10人ぐらい一緒にいた。そうまあ中学生組はねどうしても難しいけど、みんなで一緒にいたかなうもそう元気に帰ってきてくれて嬉しい、顔も昨日見れて安心したし本当によかった。そう感謝の気持ちは忘れず、本当にありがとうございます。いつも初心忘れからずみたいな、忘れべからずなんだっけそう初心忘れず頑張ります。かなうとそう東海上ぶりもう2週間近く会ってなかったから会えてよかった本当にで安心、一安心です。あとはリチャの最終活動日まで1週間になっちゃったから、あと何回同期が集まれるか分かんないけど同期もそう同期をちょっと大事にしたい。カナウ元気そうだったよ。そうそうなの、ちゃんとご飯食べたみたいでよかった、心配してたから。そうありがとうそう28日の僕隊ぜひ来てください。23日は出ないけど28は出ますよ。そうリチャとはまだ会えてない。今日は18で19、20、21か22かにやっと会えるかな。寂しいそう25日前後でも3期生で最後にあのねリチャ回して14人でどっかね、なんかなんていうんだろう、送別会をしようっていうことを今計画してるからそうなの、だからなんとか25日前後で集まろうとは思ってますそうなのよ、これから歌割りがゆたりだと悲しわりの歌割りがイチャがいなくなって私次いたんだけになっちゃうのは寂しいまたでも全然ね会えないことはなさそうだしね、グループを離れても3期生が14人であることは変わりないから。そうなの、僕大会私も行くつもりないよそうだからこれからも3期生をよろしくお願いします頑張りは3期生楽しみだリチャに早く会いたい。21とかかな、21、22、23の辺で会えるなぁ嬉しい、大きに会えるってなんかね当たり前のようで、私その当たり前はねえいざなんかこういう時に
さ当たり前じゃなくなってしまうんだって思うと寂しいんだけど、そうだから残り少しだけど14人で過ごせる時間を大切にしようと思って、あ23も28万円の嬉しい、ありがとうりちゃん、りちゃんの私も見に行くと思う、23だから23も28も実質どっちも会場にはいますそうう嬉しいなあ、あえてりちゃんとは LINE もしてるし、当たり前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 だ、いい相鉄だよねわかるわかる23日リチャのペンライトからなんだっけな、リチャのペンライトからぜひぜひ僕対公演いいよね、ね素敵さきさん中心そうかな23日ピンで私見つけても私にピンクピンク振っちゃダメだよ今ダメじゃないけど、そうでもどっかに会場どっかにはいると思う。エティオンの見学初めて、23はねイチゴはね 100% 泣くから、もう本人がずっと言ってるから絶対泣く、23はもう泣くこと確定ってずっと言ってるから、泣かない選択肢なさそう、イチゴはでもうね、なんかさっきで話しちゃうよ、そこはその時はリチャはいなかったけど、23日みんなで見学行くよね、普通に行くよねって言って約束して、そう約束してて、でもなんか会場の見学スペース的に全員入れないかもしれなくて、そしたらまあ会場の裏にいるだけなんだけどそうりちゃんのステージを見たい、りちゃんはねステージに立つこと好きだからね、自分は絶対泣くし同期みんな絶対泣いちゃうよねって言って話してたもん、実質ね卒業声みたいな感じではあるから、そうエディオンはそう見るスペースがあんまりないらしくって、もしかしたらその見学っていうよりは裏で見守る形になるかもしれないけど、会場には行きたいなって思ってる、みんな個人個人でねお仕事あったり予定あったりもあるから全員来れるかは分かんないけど、来れるかは全員来ると思うねえ23日、リチャともね一緒に8人公演で舞台出てみたかったね、こんばんはこんばんは、なんなら私なんて言うんだろう、クワトロゲバンとブルーライブあと県民文化とかは見学全部行ったことあるけど、エディオン見学行くの初めてだから、それも個人的に楽しみだしねえいいね楽しみ、同期に会えるっても一番の楽しみは同期に会えるってことなんだけどいいね楽しみだね、もう絶対にもうみんな一曲系から泣きそうとかって言ってたから23日はどうなっちゃうのかねえ、私前半我慢できてたとしても夕日とかはやばいと思う、あとは僕隊もやばいと思う、でもなんなら最初がドリーミングガールから始まるけどあの曲でもあー一緒にレッスンしたなとかそう考えちゃってもう泣き出しちゃいそう、もうみんなで手を振る未来も私も映画とかってなってる未来がめっちゃ想像つくもん絶対みんなもうね泣きって感じな感じがする、もう本当に、あステージが近い、あなるほど、あギリギリまでお客さんが入るの、なるほど絶対もうそうボロボロな気がする、私も歌ったら泣けるよ本当に寂しいな、でもやっぱり
どうしよう、会場にも入れてもらえなかったもん。直談判しに行くか配信、最悪配信でもいるか。でも絶対に見届けたいと思うし、終わった後に会いたいなって思うしねえへへ23日会場行かれる方は楽しんできてくださいもうね、自腹でチケットね買っちゃう買っちゃう本当にもうでも寂しいな。だってもう MV をさ、ゆたり脱のいただけることをはもう1000万回インプレッションいたから確定なんだけど、そうだってその時もさ13人ってことじゃん。寂しい、歌わり2人だよ私のとこ私のとこ2人じゃん、寂しいね。袖でいるかな。そう、涙服用の、そうハンカチとティッシュを舞台裏で持つ係しようかな当日は。寂しいな寂しいな。あ、お台場来てくれるのありがとう。お台場もぜひ。お台場はあれ 2.5 期さんと3期生で、その時には 2.5 期さんはもう研究生ではなく、おそらく正規メンバーさんになってるよね。楽しみ。セトリもすごい素敵だし、いよいよレッスンも始まったので楽しみにしててください。もう5月にやるけど、もう2月からレッスンをスタートしてる。本当にね、頑張るのでぜひ来てください。こんばんは、こんばんは。あー、でもそこもねリチャット立てないのは寂しいけど、でもリちゃんも応援してくれてると思うし頑張るね。そう、覚える曲そう多いの、多いし、でもやってみたい曲もできるし、 STU の曲以外もそうさせていただけるので頑張りますそう、昼も夜もそう、セトリが全然違うから、もうできることなら、あんま帰る時間とか来る時間が許す限り、よかったら昼も夜も両方見ていただきたい。本当に素敵、本当に素敵だよセトリが。マジマジ、え、マジかみたいな。もう二度とできないかもしれないっていう曲もあるから、これはここだからできるんだみたいな曲もあるし、本当に楽しみすぎる。ぜひ来てください、待ってます。こんばんは、こんばんは。ね、配信来てくれるの久しぶりだえ、MV にね、できることなら全員で出たいなって思う。本当にそうなの。だからここ数日さ、リチャがあゆえお順にさ、3期生のさ一人一人に向けてのメッセージをつけてツイートしてるじゃん。もうやばいよねやばいよね、あれは反則だよ。寂しい、リチャね、何回読んだか分かんないや。リチャとは本当にこの冬、年末あたりかな、秋ぐらいから特になんかそう仲良くなって、プライベートでも何回もそう出かけてたから急でびっくりだった。今日もねそう参加ないことになったから、会えなかったから寂しいね、泣いちゃうよねあれ。そう、私もされてた。そうなの。でもさ、ゆたり脱はそうサビが1サビも2サビもペア振りだから、2サビのペアが私ジュリサコだから、どういう風になるんだろう。どっかが3人になったりするんかねねえ、楽しみ。ゆたりでもな、14人でやりたいな、もう1回ぐらい。本当にフリーダムさん、チョコポップ、ロッピーさん、ハート、ハラカラさん、ペンライト、ありがとう。そう、皮膚科デートにもう5回ぐらい行った中ですから
私とリチャは皮膚科デートやばいよね。リチャの X にも書いてあったけど、おもろすぎる。皮膚科デートってやばいね。私リサ子とね約束したよね、その皮膚科デート何回か行った時に、もし昇格してでどっちかが生誕とか卒業公演ってなったら MC の中で絶対皮膚科デート行ったこと話そうねって約束してたから、うわー言う機会を逃したって思ってそう、皮膚科デートあの人そんなことないよ、払っていきましたわ、さすがにさすがに。マクフライさん、クッキーありがとう。だから言う機会を逃しちゃった、言う機会が。リチャー、ミカエリさん、クッキー、馬ちゃん、ハートありがとう。そうデートスポット、そう唯一無二すぎるよね。でもね前ね、私といちごとゆうなとひーちゃんの4人で遊んでる時も、ひーちゃんが皮膚科行きたいって言い出して、ゆうなかな、もう皮膚科行きたいって言い出して、じゃあ4人で皮膚科デートするとか言い出して、もう本当に2人でも意味わかんないのに4人で皮膚科デートとか本当に謎すぎるからそうね、一緒に昇格したかった。そう皮膚科によく行ってた、皮膚科行って一緒にご飯食べて皮膚科行ってみたいな感じだった。同じ皮膚科通ってる子は私が紹介してユーナも行ってたし、他誰かも行ってた。でも私はもともとはアンナさんに教えていただいてから行き始めた。そうなの。そう4人で皮膚科デートとか謎すぎるから、本当に綺麗になった。ありがとうありがとう。やばいよね皮膚科デートって、本当に面白い。皮膚科デートじわじわ来るかもやばすぎる。あ、垢抜けた、本当に嬉しい。でもなんか1年前のとか写真見ると、あでも確かにちょっとずつ変わってきてるかもとは思う。自分でも嬉しい。待合室で、でも待合室で静かにしてなきゃだから、一緒にスイカゲームしたりした。いちごと内科デートやばい。いちごでもほとんど、いやでもいちごも咳しとったな。確かにデートできるかもね、それは。内科デートも謎だよ。でも皮膚科デートもが謎か。でもあれ今3期生は風邪気味だから、ヒータンとかも今日咳してたし心配だね。みんなでデートになっちゃうから本当に。そうそう、お花、そうみんなお肌綺麗になっちゃう本当に。ヒコロさん、クッキーありがとう。内科デートやばい。一応でももう病院行ったって言ってたはず、いちごは。そう、でも前の風邪と違って声もあんま枯れなかったし、順調に治ってきてるからよかったね。風邪そう流行ってるから本当気をつけて、みんな気をつけるんだよ。話し変えて楽しかった。こちらこそありがとう。ありがとう。内科パーティー、ナイトパーティー、内科パーティー、やばい。やばい、内科。内科どこにあるんだろう。そう、私ね、室に入るまで全然風邪とかひいたことないタイプだったけど、まあ急にさ一人暮らし、高校生が急に一人暮らし始めて。ね、なんか一日のスケジュールも全然学校通ってた時と違ってね、なんか不規則な生活をどうしても してるから風邪ひくようになった。私グループ入るまで全然風邪とかひいたことなかったのに、高校生時代だって本当に
一回だけどうしても救急車で運ばれたから、それは遅刻になっちゃったけど、それを除いたら無遅刻 無欠席だったからそう、本当にめっちゃ体調良い、体調崩さなかったのに、本当に最近不規則な生活してるから。そうね、マイキューさんもそうね、今日お話し会お休みだったね。大丈夫かな、心配だよね。マラストの話し会まで了解、待ってるね。ジャックさんハートありがとう、ヤッホーヤッホー。食事もありそう、そう栄養は本当にどうしても偏っちゃう、そうなのよ。どうしてもお仕事がね9時に終わることが多かったりすると、そっからご飯とかはね、そうやっぱり高校時代と一緒の生活はできないね。どうしても朝家出るのが4時台だったりとか、そうやるが家に着くのが日にち変わるぐらいだったりするとどうしてもね難しいね。家でやることもあるしね。そう、カナウが会えてよかった。自炊はそう大変だよ。だってね、家に9時とかにレッスンあって、そっから帰ってきて配信して10時になって、そっから自炊なんてできないもんね。えどうしてもコンビニが増えちゃうよ。そう、仕事自体が学校とか、そうあのなんて言うんだろう、一般的なお仕事と違って、何時、まあ何曜日、何時から何時まででとか、そう決まってなくても一日一日全然違うからね、大変だ。そうしかもまだそう高校生だからね、そう学校のこともしなきゃだし、私は引っ越してきてるメンバーの中で一番年が下だから、まだそうね一人暮らしなんてもちろんしたことなかったし、大変だよ毎日。私も なんで自分が今生きれてるか分かんないぐらい、なんか毎日いろいろあるもん本当に。なんとか1年、もうちょいで1年やりきれてる、なんとか生きてれば OK そうリエチは1個上だね、高校卒業だもん。私はもうまだ1年あるやばい、あと1年も頑張らなきゃいけない。そうなの、料理はうまくなってきたと思う多分。でも最近は鍋を食べがちなんだけど、そう生きてるから大丈夫、何かあったら同期がいるから。そう一人暮らしある、わかる、料理に急にこだわり出す時あるよね。私もなんて長期的にじゃなくてめっちゃ短期的、1週間とかだけど急になんか料理をめっちゃするようになったりする。そうなのよ、あっという間だった1年、本当にもう頑張らなきゃ、あと1年でも高校、でもとりあえず高校を卒業したらね一旦楽だよね。そう冬の鍋率はねとっても高いです。そう、リエチお電波買い食べてた時期、今もだよ大きいセロリ買ってた、あその時期とかも定期的になんかハマったりするもん。そうセロリ料理セロリよく使う、
最近は何が作ったっけな。なんかね、最近ね、業務スーパーでね、めちゃめちゃ大きい、たくさん入ってる、たくさん高菜が入ってるやつを買ってね、私高菜大好きなんだけど、それは最近よく食べてます。高菜が好きで、すごいなんかおにぎりとかも高菜が好きで、最近は高菜食べがち。渋いねって言われるけど、そう、好きなんよ。高菜が、そう、高菜明太子も美味しいよ。でも、もコンビニで買うのは、私はセブンイレブンのエビマヨが好き。あと何買うかな、梅も買うし、明太子も買うし。そうなの、高菜で、高菜そのまま食べてもいいし、高菜チャーハンにもできるし、そう、高菜明太子にしてもいいし。そう、でも高菜はそう、塩分が濃い、もう食べてて分かる、塩分がすごいから、食べ過ぎるとむくむから、昨日の夜も食べたけど、むくまない程度に食べて、いつも。そう、業務スーパー同期と行きがち。ファミマの本当にいいね。そう、ツーショット広島、おお、ありがとう。そう、業務スーパー行くの。未来の先輩やばい。業務スーパー、それ前は4人で行った、同期で。そう、業務スーパーはユーナと行きが強く、ユーナともう3回ぐらい行ったかな、一緒に業務スーパー。おもろいよね。広島な、ちょっと気になるよ。そう、大学、あ、勉強大変だね。でもね、進路をそろそろね、進路のことも考えなきゃいけないんだよね。でもね、どうしてもこの活動してると、多分ね、一人暮らしなのもあるし、大学は厳しいんだよね。アイスの量多すぎる。アイスね、いいね、アイス、アイス食べたい。わ、アイス食べたくなっちゃった、買いに行こう。業務スーパーはね、岐阜にいる時も行ってたし、そう、全然行く。そう、コスパがいいです、本当に。こんばんは、こんばんは。そう、大学でも選択肢がね、だいぶ限られちゃう。もう通うのが本当に不規則だから、この仕事は。やっぱりコストコ行ったことあるよ、岐阜の羽島かな、羽島だっけ、なんだっけにある。そうね、免許もね、欲しいね。そう、大学との両立はもっと大変そう。でも最悪あれかな、通信の大学かなとか思う。普通に高校は多分通わないと思う。高校、大学に、なんて言うんだろう、通学、まあその他の大学生と同じようには多分ね、そう、一人暮らしもあるし厳しいから、通信制の大学とかかな。そうだね。でもなんか学校とかで、やっぱこのぐらいの年齢になると、なんかこの高2とかになるとさ、進路ガイダンスとか、なんか進路説明、なんか2社面談、3社面談とかもたくさん入ってくるけど、その度にね、わあ、なんて言えばいいんだろうってね、困るよね。やっぱりどうすればいいんだろうね。絶対に自分の将来を考えたら行った方がいいよね。大学、でも大学通ってる方ってやっぱりグループでもあまり多くはないと思うから、大変。大変だね、大学行くってなると。そう、でもこれといってなりたいとかっていうものが今なんかあんまりないからな。うーん、ってなると、でもな、うーんって感じなの。
もともとは、でもいろいろしたいことはあったね。もともといろいろしたいことある人間だから、なんかもう小さい時からのいろいろなのを考えると、最初はケーキ屋さんになりたいで始まって、小学校の時は看護師になりたいとか、学校の先生もいいなって思ってたし、でも中学生ぐらいからメイクとかそういうのもいいなって思ったり、いろいろしてみたいことある。でも人と関わることがしたいなとかも思うし、あれかな、それか卒業、アイドルを卒業したらそのまま STU のメイクさんにでもなろうかなそうでもね、卒業後でも大学は行けるけどね、よくね、そう、現役で行くからいいとかは聞くしね。ね、そのまま STU の専属のメイク、そう、メイクさんとかに引いちゃうね、それもいいよね。そう、そうなのよ、メイクさんになっちゃうねえ、そう、周りと年齢違うってね、大変だよね、それは本当に思う、それはすごい思う。学年は一緒なのに自分は1個上とか2個上とかね、不思議な感じ。でもたまに聞くよね、アイドルで卒業後にそのままグループに関わるお仕事をしたりする方とかね。そう、でもね、卒業後もきっと私はね、グループのこと見てると思う、常に調べてると思う。アンナさんもね、卒業後も私たちのこと気にかけてくださってて、3期生の番組を毎回見てくださってるみたいで、優しい。そうなの、しかも絶対に現役で入らなかったら1年留年しちゃうと、企業のなんかね、面接の時に絶対に突っ込まれるし、そうね、一番やっぱ現役なんだよねって思う。でもね、厳しいんだよね、それが。難しいよね、人生。そうなの、いられる。そう、アイドル活動をしてた。今まで言われない、本当に言われんかな。でもなんかあれだよね、多分私ってある程度プライドが高いから、学校とかも休みたくないし、一日どころも休みたくないし、その1年でも留年しちゃうっていう自分が多分許せなくなるから。そうなの、だからね、高校も絶対にね、卒業したいし、大学、あるね、卒業後の芸能活動はね、わかんないよね。でもそれってどうなんだろうね、同期とも話すんだけど、そう、同期とも話すけどね、正直グループでこの先やってみてないと考えられないよねってみんな言うね。就職超氷河期、大変だった、それは。社会で習ったよ、そりゃ習ったね、大変だよね、将来のこと考えるって。今度三者面談あるし、ちょっと前進路ガイダンスがあったりするからね、そろそろ考えていかないと。だから
でも今って結構芸能人の方も大学を通ってたりするじゃん、女優さんとか。そうだからね、むずいよね。通信ね、通信の大学って手を結構考えたりするかも。でもね、大学ってなるとお金もかかるし時間もかかるし大変なの。そう、難しい。そう、ちょうど難しい、いろいろ考えることがある。今はそうなの。アイドルって表になるお仕事だけじゃなくて裏でのお仕事とかレッスンだとかがいっぱいあるから、表の仕事だけを見ると通えそうとかって思うかもしれないけど、実際研究生でも休みはね、まあ月によるけど、そう少ないから大変。来週とかもう休みゼロかもしれん。ゼロか1、いや毎日何かしら入ってたかも。来週休みないや多分。そんな感じだから、そうレッスンが今多いし、来週はレッスン以外の仕事もいろいろあるし、オンラインもあるし、いろいろあるんだよね、オンラインのお仕事とかも。そうなの、表になるものだけじゃないから大変。そう遠いとこでの仕事ってなったら、そう前の日に泊まったりとかもあるし、あらどうしてもね、スケジュールが急に変更になることがあったりもするから、そう大変なのよ。そう見えてる部分は一部だからね、大変だよ。ねしたいことかでもその人生でしたいことの中の一つもアイドルだったから、今それをアイドルってきっと叶えるのって本当に大変だし難しいことだから、それが今させていただきてるのはありがたいなって思う。大学どうしようね、大学か大変だ。でもね、まあ、多分大学に進学するから活動を辞退しますとかはないと思うから大丈夫だよ。そう本当安心してください、本当に本当に今しかできない、本当にそうそうだよ。でもね、よく話なんかりさこにもこの話したんだけど、アイドルってほとんどの人が9割以上の人ができないことを今させてもらってて、今しかできないし、そう他の人はできない、他の人は滅にできないお仕事をさせていただけてはいるけど、その分他の人が通る道とかを通ってないんだなって前も配信で話した気がするんだけど、そう同い年ぐらいの子が学校にみんな友達と登校していろいろ授業を受けて休み時間一緒に過ごして一緒にご飯食べてとかっていうみんなの当たり前を、そうなんてアイドルっていうそうことをさせていただけてるのは本当特別なことだけど、逆にみんながしてるそういうことを私はできてないしねえ。
難しいよね。ないもんだりだね本当に。そうね、両方選択はできないからね。そうそう、中学生でアイドルとかもっとねいろいろ制限があるんだなって本当に思う。バイトもないし、高校ね、高校のこともいろいろ考えるだろうし大変だよね。ましてやね、グループによっては小学生でグループアイドルになる子もいるし、本当に人生って何あるか分かんないよね。うん、でも大丈夫、学業で辞めるってことはないと思うから安心して。そう、でもどういう選択をしようと自分の人生だからね、人に言われて動くんじゃなくて自分で決めたいとは思う。そう、私の人生だから最終的に決めるのは私だから。ゆうゆうの目標、ゆうゆうでね叶えたい。ゆうはユニット楽曲が欲しいのと、バスツアーをみんなでしたいしたいね。そう、結局決めるのは自分だから。ねえ、私最近思うけど、いつかやっぱりさ、アイドルになる以上さ、いつか卒業ってするものじゃ、私は決断ができない気がするなんかゆきりさんみたいに長いこといる気がしてる。卒業を決めるってねすごいよね。一番多分ね勇気がいることじゃん。入るのも勇気がいるけど卒業するのも勇気がいるからね。そう、絶対大丈夫、卒業はしないまだまだしない。そう、最後まで、そう、みんながねずっと見ててくれるな、私は分かんない、5年どころじゃない、10年してるかもしれない。そう、私はそうなんだかんだね、そう多分ね5年とか言ってきながらもっといると思うの最低5年だから。そうそうなのよ。同期で話すよ、でも誰々は結構長くいそうとかってそう話したりするそう、5年保証があるアイドルなので電気用品、電化製品と同じで。でも多分さ、私はさ長くいると思うんだけど、その分さ同期のさね、同期とかさ先輩とかもしかしたら後輩とかのさ別れる時も来るかもしれないじゃん。寂しいよね、それが寂しいそれが本当に寂しいのよ。でも同期のさ卒業とかはさ何回してもさ慣れないしさ辛いよね。そう、本当に卒業ラッシュでっていうもん。乃木坂さんもね、もう本当山下美月さんびっくりすぎたし
ね、日向坂の斉藤京子さんとかもだし、桜坂さんとかもだし、最近そう続いてるよね。ね、寂しい。アイドル、アイドルになった以上は卒業は避けて通れない道だもんね。寂しい。世代交代。NMV さんしてるね、世代交代。ジェネレーション。ね、そう、慣れないの。ちょっと、土曜日だけどこれ食べちゃう、見て。最近ね、梅のね、食べ物が増えてきて美味しいの。ね、山下美月さんはきっと一回休むって書いてあった気がしたけど、女優をされそうだよね。これも美味しくってまた買っちゃった。じゃあこの梅、まあうまっ、そう、これ期間限定、ほらうまっ、おいしい。あそこまで酸味はそう強くないから食べやすいよ、うまっ。うん、ありがとう、ギフト。山陣さん、福さん、うまっ。夏沢さん、クッキー、ありがとう。もうまっ、うまっ。テンション上がる。ASMR。 うまっ。片揚げポテトもね、だっけな、もうそう海味出ててそう食べたんだけどめっちゃ美味しかったの。なんかこの時期ってさ、かっぱえびせんとか毎年出るけどさ、梅の食べ物がさめっちゃさ出るから嬉しい。花粉は辛い。花粉は辛いよ。ラジオで、え、あった、これの隣に置いてあった。いつも私ね、サラダ一択なんだけど、緑の普通のやつ。この季節はいつも梅です。うん、最高に美味しい花粉なの。まあまあ、期間限定はそうどうしても手に取っちゃう。これ美味しい。じゃがりこってこの普通のサイズ大きいのあるんだけど、前まで私大きいのをよく買ってたんだけど、なんか大きいのやと一口がちょっと大変なの。でもこの普通のサイズはちょうど一口で食べれるいいサイズだから、なしはこっち派。うん、うまっ。なんか今日雰囲気違う、前髪かな、やっぱり私もちょっと雰囲気違うよね。前髪の巻きが普通に取れてるだけな気がするんだけど、美味しい。よし、そろそろやめ。
まあ将来のことはこれから考えればいいよね。じゃあ私はまだ X がね、そう上がってないから、投稿今日してないから、しなきゃ、だから9時に終わるから、あと1曲だけちょっと春っぽい曲歌って終わる。最近歌いがちなんだけどさ、そう、桜の花びらたちがさ本当に好き。でもまだ喉が完全に治ってはないから、そう、この曲終わって断然で終わります。あ、明日できるかな、どうしよう。私あれ14日の男女読みがまだできてないから、それをしたいんだけど、前みんなにスクショあげてもらったんだけど、明日かな、明日も明日でちょっと不規則の時間だから、明日の夜の配信でそうしようかな、男女読みを。じゃあこの曲歌って終わります。ピンクのドレス着てた、今日着てもよかったけどこれ着ちゃったから。教室の窓辺にはうららかなひだまり、あとわずかの春のカレン、授業中見渡せば同じ制服着た仲間たちが大人に見える、それぞれの未来へと旅立ってゆくんだね、その背中に夢の羽が生えてる、桜の花びら街が咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く、私たちに明日の自由と勇気をくれるわ、桜の花びらたちが咲く頃、どこかで誰かがきっと祈ってる、新しい世界の喧嘩して電話して泣いたことあったね、悩んだ日がなぜか懐かしい、喜びも悲しみも振り向けば道のり、どんな時も一人じゃなかった、卒業写真の中私は微笑んで、これが涙の花びらたちがハラハラ、この方流れ落ちて歩き出す、青い空を見上げ大きく深呼吸しながら、目の前の大人の階段、一緒に登って手を振ろう、あと1週間とかやばいかも、うん、桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の
桜の花びらたちでした。ギフトありがとう。しんみりちゃうけどまだまだ声がね本調子じゃないけど、また歌おう寂しいよね。このチャイムの音エモいよね。最初の音も最後の音もだけど、タン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 ってやつね、思い出すね学校を。あと3期が14人揃うのも1週間ぐらいだけど、最後まで同期を大切にします。じゃあ単純で終わります。じゃあ17からいきます。17位ワンタさん、16位フリーダムさん、15位レフルさん、14位マコさん、13位マッチャーさん、12位リネさん、11位ウマちゃんアットヤミーさんのおつまみイヒヒヒヒヒヒヒさん、トップ10、10位ナスちゃん、9位キゴロさん、8位ヨシミさん、7位ヤオタとつまみーさん、6位キヨニーさん、トップ5、5位トマトさん、4位トラサポさん、トップ3、3位ヤマシンさん、2位カマちゃん、そして今日の1位はまだピアノを準備できてない、はい、今日のランキング1位はカイトさんでした。ありがとう、お話し会もありがとう。今日は本当にみんな、今日はオーディションから、ん？オーディション？ショールームのオーディションから、最初日から1年、そして明日は SF4 デート3期生が合格してから1年です大事、大事な日、大切な日、3期生頑張ります明日は、明日の夜にバレンタインで男女読みできなかったのをそうしようと思うので、よかったら来てください多分家からの配信ではないんですけど、そうぜひよかったら来てください。来週から特にもう大変になっちゃうからね、ショールームの時間とかあんま取れないかもしれないけど、ぜひまた来てくださいってことで今日は終わります。この後は X 投稿したりします。ではありがとう、バイバイ。